濡れ髪。水野千子。お A さんが懐手をして寄っかかっている障子に、パッと羽音がして鳥影が刺した。窓の敷居に腰をかけて、松葉のように組んで斜めに投げ出した足に、絹物が裾さばきよくまとわりついている。少しはみ出した地盤の赤いのを知らん顔でいる。なんて恥ずかしいんだろう。もう30を越してるんだのに、まだこうして赤いものを身につけて、平気で身の収まりをつけないでいる。もっとも、一度は嫁いだのだけれど、やきもち屋の旦那にこりごりして飛び出してからは、窮屈な家持ちには決してならないと言って、一人で自由に不思議なお A さんの興味にふけている。お A さんの興味とは、男をちょいと釣ってみることなんだ。そして肝心なところに行くと、どんと投げ出してしまう。それでさよなら。ちょっとまあ、勝負事がいくらよそうよそうと思っても寄せないようなものね。情けない生まれつきさ。と、投げ出すようにお A さんは言っている。全く生きた人間が人形のように動くんだから、この上の面白いことはないかもしれない。お A さんはそうしていろいろな男を操りながら、お A さんの一生はそんな風な興味に操られてゆく。それなのに、あるいはそれだから、お A さんは本当の恋をしたことがない。本当の恋って言ったところで、人によっていろいろその意味が違うんだろうけれど、少なくも犠牲的な心になったことがないとお A さんは言っている。それはお A さんにだって燃えたことはある。たった一度、17の時に初めて人に壊れて、その人を好きだか嫌いだかわからないで、自分も一緒になって燃えた。まあ、恋として一番印象に深いのはそれ一つだと言っている。私がもしも本当の恋を、私が憧れてるような恋をすることがあったら、おそらくそれは私の死ぬ時でしょうとお A さんは言っている。お A さんは洗い髪を日向に干しながら話した。私はその濡れた髪が黒くツヤツヤとして、時々少しのほつれが障子の影になるのを、日向に酔ったような気持ちでぼんやりと眺めながら聞いた。濡れ髪のお A。心がそんなことをつぶやいていた。お A さんはどうやら羅斜面までもしたことがあるらしい。この人の口から話されると、新しくて面白く、そしてもっと体裁のいいことであるけれど。次の話はお A さんが18の時だったって言うから、初めてパーッと燃えた恋の火が、そろそろ下火になりかけた頃のことなんだろうと思う。なあに何でもない。今からすると、
罪のないたわいのないことなんだけれど、それがそもそもお A さんが男ってものに試みた興味の始めなんだそうだから。私が母の故郷のある開国に、おばあさまの病気かなんかでしばらく母と一緒に帰っていた時のことなんです。その頃父の認知は北国の雪深い小さな都市で、軒の低いようなそこの官舎に大勢の兄弟と両親とが、それは賑やかに住んでいました。私は久しぶりで、そのたわいもなく賑やかで面白い日々から離れて、自分で自分の本当の息を吸うことができるような気がしました。それに、これがまあ同じ施設かと思われるほど気候の違った、暖かい南国の海辺なんですから、一日は一日と、引き締まっていた私の肉がほどけ、そうして私の血は何かにかき立てられるようになっていました。何とも言えない明るい色の中に目覚めて、今まで人の肌に抱かれていたような温かみを持った潮風に包まれた私の心は、何か物語に憧れるような、わけもない嬉しさやもどかしさに溶け合っていました。ある日、何の気なしに家を出て、松林の中をぶらぶら歩いていくと、ふと浜辺の白い砂に足跡をつけて、ゆっくりした足取りで歩いてくる一人の男がありました。しげさん、と私の心はつぶやきかけたが、立ち止まってじっと見つめていると、どうやらそうでもないようなんです。私はいとこの茂木さん、商船学校の生徒だった。と造作もなく仲良しになっていました。私はわけもなく茂さんが好きになっちまってました。おまけにいとこ同士というので、どんなに仲良かろうと大っぴらだし、それに自分たちにもそういう安心はあるからだけれど、二人をもっと一緒に置いたら、きっとどうにか色がついたろうと、今から思われるようなもんでした。本当を言えば、私の心はただじゃなかったようだし、しげさんだって、こう私が好きだってことよりも、ちっとどうかしてたと思う。何しろまあそんな風だったんです。それで私は、しげさんならいいなぁと思って、かすかに胸を躍らせながら、なおもじーっと見ていると、ふと向こうの人も私を見つけてちょっと立ち止まりました。と不用意に微笑みかけていた私の顔が急に引き締まりました。違う違う、ちょうど同じ背格好、同じ年頃だからだけれど、顔が少し生白い。私はつまらなくなってそのまま引き返そうとしたけれど、向こうで何やら物言いたそうにこっちに近づいてくるのを見ると、はっきりその顔を見てやりたいような気がして、何気なく私も歩き出しました。すれ違うとき、私はいかにもその男が物言いたそうにしてるのを見ました。髪を分けた目の涼しい、けれど、どっか女性的な顔で、この辺の人らしくはないんでした。
その翌日、そんなことなんかすっかり忘れちまって、本当に不用心な心で海辺に出ていくと、不意にまたその人に会いました。そして私に、昨日よりも一層親しみのあるような目を向けました。それからってものは、私は出るたんびにその男に会うんです。ちょうどこの男は一日中こうして出歩いてるんじゃないかしらと思われるように、こうなってくるとお互いに変で、そんな時は向こうもだけれど、私は自分の目や口の始末に困るような気がしました。それでとうとう男から口を切りました。お散歩ですか？それはある日のことなんです。男はこう言って私に近づいてきました。ええ。私は困ったような、そのくせ少しおかしいような、それでいてなんとなくドキドキするような胸を覚えました。あなたのお子さんですか？いいえ。と、私はとんでもないと言ったような調子で、思わず声を弾ませました。私はトヨっていう小さな姪をその時おんぶしていたんです。男だって本当にまさかそういうつもりじゃなかったんでしょうけれど、思い切って捕まえた話のきっかけをいかにしてつなぎ止めようとワクワクしてそんなことが言えたんでしょう。男はそれから少し大胆になったようでした。ご一緒に散歩しましょう。と、ぴったり寄り添うように、一層私に近づきました。と、人見知りする背中のトヨ子が、私の肩にしがみついて泣き出します。それに私もなんだか落ち着きのない心でしたから、私もう帰らなけりゃなりませんわ。と言うと、追っかぶせるように。まだいいじゃありませんか。ね、もう少し歩きましょう。私はそのまま黙って、しばらく並んで歩きました。はるかに沖を行く船の姿に、そろそろ夕暮れの毛が見え出してくると、色を増した波に音までが少し高くなっていくような気がします。足元を狙って寄ってくる潮が、さーっと引いていった後に、打ち上げられた白い貝殻が寂しく光っている。ポツポツと、散歩から帰りかける人の姿が、限りなく続いた砂の上に、あるいは松林の中にチラチラしてました。男はサクサクと砂を踏んで歩いていましたが、一つの小さな乾いた船の近くに寄って行って、そのへりにたもとからハンカチを出して敷きました。おかけなさいな。ありがとう。私はそろそろ眠りかけた豊子をゆすりながら、男の前に立ってました。あなたはここの方じゃないでしょう。ええ。お国はどこ？私は黙って笑ってました。
もう辺りは本当に暮れかけて、私の締めた赤いシュスの帯が妙に頼りになるような色にはっきりしています。しばらくすると男は、あなた今晩ここに来てくださいませんかとささやくように言うんです。私は下駄のつま先で足元の砂を掘りながら、ええと小さな声で言いました。私は明日しばらく親しんだこの海辺にさよならをして、母と一緒にまたあの嬉しい北国に帰らなければならないんでした。何にも知らぬ男が、その前夜になって二人が近づけたのを喜んでるらしいのが、私にはくすぐったく、おかしくもあれば心よくも思われました。そんな心持ちを経験すると、私はもっともっと男を安心させておきたいような気になって、じゃあきっとね、と男の目をじっと見てやりました。私はその夜、どういうふうにして家を出ようかとしきりに考えました。厳格な母が、どうして私一人の夜の散歩謎を許してくれましょう。私が人知れず様々に心を砕いていると、不思議にも母は私に明日の買い物のために町までの使いを頼みました。私は思わず胸をとどろかせました。と母はまた思い返したように私も一緒に行こうと言うんです。困ったなぁと思いながら、それでも仕方なしに私は母と一緒に家を出ました。外は人の世とも思われないような清い月夜でした。浜辺の砂はちょうど白い絹でも敷いたように、そこに捨てられた漁船のいくつかが墨絵のような影を投げていました。磯に沿った町で少しばかりの用を済ました母と私は、お互いに何かを考えるような風で、黙って松原の中にちらちらと火影の見える家の方へと歩いていきました。と、ちらっと、二三軒先の家の脇から浜辺の方へと消えていった人影がありました。その家の前をやり過ごして、なお二三歩黙って母に沿って歩いていた私は、突然、あ、歯磨きを買うのを忘れちゃった。と立ち止まってしまいました。まあ、と母が何の懸念もなさそうに立ち止まると、私一走り行ってきますから、お母さん一足お先に帰ってくださいな、と言い捨てて、私はすたすたと後に引き返しました。しばらくしてちょっと振り返ってみると、母は格別急ぎもせず、ゆっくりした足取りで細長い影を引きながら向こうに帰って行きます。それを見送ると、私はついと家と家の間に自分の体を隠してしまいました。にわかに潮の匂いがきつく私の鼻を打ちました。
早寝した漁夫の家の屋根に生えた草が、月影を浴びてその葉裏が光っています。この時、私の足音にふと振り返った人影は、しばらく立ち止まって瞳を凝らしているようだったが、家と家の遮りから全く月に現れた私を見ると、つと寄ってきて、よく来てくださいましたね。私はその時、ほとんど本能のように、男の方の側の手を宮津口の中に入れました。本当によく来てくださいましたね。と重ねた言葉の息が、私の耳近くに消えたと思う間もなく、ね。男の手は稲妻のように私の首に巻かれようとしました。嫌ですよ。私の声は私ですらビリッとしたほどかんばしっていました。はっとして水でもかけられたように、すべての働きをやめた男は、ちょっとの間意識を失った人のように私を見つめていました。やがて男は少し赤くなって、どうも失礼しました。いいえ、私母が待ってますから、もう帰ります。さよなら。私はくるりとキビスを返すと、振り向きもせずに、見えなくなった母の影を追いました。本当に私の白い顔が、ちょうどお面のように見えるだろうと思われるほど、少しのクマもないお月夜でした。その明日、私はほのかな心をしげさんに残して、振り返り振り返り、その浜辺を去りました。